じゃあ行きましょう。はい。9。はい、3個目さえいらっしゃいませ。9じゃないです。3です。はい。はい、どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王という新帝王です。はい。この時間は平日の昼の部ということで、プレイステーションソフトの、バルキリープロファイルの初見攻略プレイ、はい、やらせていただいてます。はい。題して、バカキャラでプロフィール最低辺、底辺が、遊ぶ橋、その15ですね。もう15もやってるんですけどね。まあやっていきましょう。はい。よろしくお願いします。ってことで、うん。まあね、ちょっとですでもね、終わりは近づいてるはずですからね。今ね、チャプター6のピリオド半分ぐらいですから。じゃあやっていきましょう。前回水中侵入の途中ですね。多分セーブポイントあったから、この直後はすぐボスかもしれませんが、昨日はちょっとね、モチベが萎えちゃったんでね、ちょっとごめんなさい、ちょっと音量大きい、うん、ちょっと下げましょうか、うん、はい、じゃあ、行きましょう、うん、ね、確かマップでここで見たらもうちょいありそうだ、ね、でもあんまないか、まあ行きましょう、うん、ああやっぱりボス、うん、何やら何でしょうね、レイス、うん、数えること、今日が、5万5000日目になろうか、何を数えたの、待ちわびたぞこの時を、不死者が時を数えるとは少し、え、何があって、人で会った時の癖が抜けてないようだな、人だと、そのものと一緒にするでないわ、我は、摂理の束縛から解放された至高なる存在ぞ、知りませんよ、何な、何またそんな事件があったのね、どこ神奈川ね、知りませんよ、はい、5万5千日って何ですか、もう100年以上はでしょうね、え僕まだ3000日ぐらいのパズですから、うん、はい、神道さんいらっしゃいませ、はい、こんにちはです、うん、勘違いも極みに達すれば裁かれるが道理、主神オーディに代わって我が貴様に裁可、裁可でいいのかな、裁可を下してやろう、どうでしょうね、まあ言って魔法使いが2人いればね、多分って思いたいんですが、お金持ちの帝王さん、なんだ、和骨です、あ、びっくりした、はい、お金持ちじゃないですけど、はい、9個目さんいらっしゃいませ、こんにちはです、和骨です、やっぱさすがにボスだけあってちょっとヒットポイント多いですね、多分あの魔法陣ってなんか バリアみたいなもん、反射じゃないならいいんですけど、体が熱い、力が目覚める、オウドラゴンドレッド、なんだ？帝王来ちゃった昼。はい、どうも10個目さんいらっしゃいます。こんにちは。昼は、うん、ご飯と味噌汁とウインナー焼いて食べました。何これ？グラビティブレス。うわ、なちょ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 。なんか今すごいダメージ吹っ飛んだ。ちょ。買ってもらった焼きそばもう飽きた？いや、そんな、いやでも、確かに食いでありますかね。飽きたっていうのは、ちょっと3人死んじゃったっていうと、もうダメじゃん。ねえ、はは、14個目さえ出します。なーにこれ、どう対策するの？ギミットとは練習だともう生きてるから。ちゃんがガッツなかったら終わってた。何やっていいか。こんなの、無理でしょ、もう。だからガツジェってね、誰か言ってたんですかね、焼きそば2箱で、うん、
ねえ、昨日とと蓋作ったからあと、ねえ。わこつ、来てみりゃ面白いことになってんじゃねえ。面白いってか、やばいことですよ。はい、ロードブリティッシュさんいらっしゃいませ、こんにちは。雷属性耐性ゴールで固めるかガッツとオートアイテムおすすめ。オートアイテムやわ。わー、また、ちょ、なにこれ、な、連チャンで来るの。はい、ささみさんもいらっしゃいませ、こんにちは。雷属、これ雷、まあ、雷だよね。バリバリ来るから。体勢ありますかね、てかダメージが半端ないですよ。なんか 5桁いってるでしょこれね。こんなもんガッツゲーでしょ多分、ね、こんなもんもう回復動向っていうか、もうこの2人でもうひたすらやられる前にやるしかないんじゃないですか、ね、何これすごいちょっとダメージが桁違いですよねですかね、まあ。ね、もう生き返らせてる暇あるんだったら、もうガチで何とか粘ってってか。死ななきゃ安いと誰かが言ってた。ね、これでもな、持つかね。まだ3分の2ぐらい残ってますけど。いいのかな、こういうやり方でっていうか。すげえガッツで粘ってる。武器の攻撃力ってこんなもんだっけ？わかんないです。もっと強い武器装備した方がいいんですかね。あんまりね、全然装備とか全然ね、僕見合わせてないから。さすがに生き返らすぐらいはした方がいいんで。そうですか。さすがにレナスはね、生き返らせないとダメでしょうけど。エイミちゃんすげえ。一回出してなんとかなるかな。むしろこういうゲームですから、これ、そういうゲームなのね。言ってましたけどね、確かに。ファーストエイドよりオートアイテムつけるといいですぜ。ああ、そうですか。はい、テスさんいらっしゃいませ、こんにちは。はい、フンコロさんもいらっしゃいませ、こんにちは。帝王はすぐ14歳を使う。何のことですか。帝王最低だな。何のことですか。あ、間違えた。わー、来た。桁違いでしょ、ちょっと。こんなの成功法じゃどう考えたって、勝ち目ないと思うんですが、ねえ。さあ、どうでしょうね。38分さんいらっしゃいませ。こんにちはですが。ガーッ、ナイス。いいのかな、こんなんで。まだ初期セル戦ぐらい。初期セル戦ぐらい。ガーツは来ない。なんかボロボロにやられてません、わら、ね、あ、間違えた。
間違えた。ガーツガーツナイス。あ、危ねえ危ねえ、間違えた。シコちゃんさすが。ガッツが足りない。頑張れシモちゃん、頑張れガーツ、ナイス。悲鳴エッチ、こいつってこんな手こずるやつだっけ。え、そうなんですか。そんなに何だって、だってダメージがね、ちょっと桁違いじゃないですか。はい、ジレンさんいらっしゃいませ、こんにちは。そんな皆さん楽に勝ったんですか。皆さんそんなこんなの何だねのダメージってことね、ちょっとね、それじゃ皆さんほどねやり込んでるわけじゃないからわかりませんけど、よし残った。本当にガツゲですね。これほぼガッツで勝てるね。ね、このやり方だったらってことですかね。蘇生のね、アイテムが切れなきゃってことですか。当時僕ではこの辺で全滅しそうになった覚えがある。なんででしょう。僕のやり方が変ってこと。ね、いやね、一回やられてってもわかるんですけど。だってね、ダメージがだって5桁でしょ。ねえ。ねえ、ヒットポイントね、だって5桁あるのにね。また見ろ飲んで。お茶ですよ、なんか壊してるか。もうちょい。結構硬いな。帝王お腹すいた。へへ、何か食べればいいんじゃないですか。いや、本当にバランスぶん投げたガッツゲーですわ、大好き。大好き。やまあね、好き嫌い、まあ人の思考はどうこうじゃないですが。はい、57個目さんいらっしゃいませ、こんにちはです。58個目さんもいらっしゃいませ。おやつはちょっと、昨日からずっとおでん食べたい。ちょっと待って、あれちょっと待って、ごめんなさい、コントローラーがあれ動かなくなった。あれちょっと待って、ちょっと待って、コントローラーがおかしくなった。ちょっと待って、失礼。うん、壊れた？帝王がいっぱい投げるから、ちょちょちょ。あ、すいません、ちょっと接触が悪いんでしょうね。はい、何ですか、はい、ですか、うん、大丈夫かな。壊れた、うん、大丈夫。帝王さんのライバルサンジさんは体重100キロに対して、帝王さん圧倒的勝利喜んでください。そこ喜んでいいんですかね。はい。え？いや、おやつちょっと待って、68個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。そこだけでもね、勝ってもいい。おやつはだから、ちょっとお腹下しちゃってるから、おやつ食べてないですよ。うん、申し訳ないっていうか、あれですが。俺が3時見てるときは80キロ台だったんだけどな、うん、太ったのか、まあそういうことなんですかね。おやつを抜くとは減量ですね。減量じゃないですが、やっぱり160にコントローラが耐えられないんだよ。どういうことですか。あれだけ毎日酒飲んでたらな。ああ、死んだ。勝った。リさんは行って合流してるらしいからしょうがないね。そうですか。やられすぎ、わら、ガッツガチ。パチパチパチ。パチパチパチって勝ち方なんですかね。
まあとりあえず勝ったから良しとしましょう。自分のために強敵でしたね。多かった。パチパチパチ、ね、経験値がすごいもらえましたけど、これで勝てばよかろうなのだ。戦闘の方があれですよね、アイテムがね。レイミさんの倒れ方エッチ。そう、これでここでこんな苦戦してるとこの後不安なんだが。そう、いやね、だから積むかもしれないからね、見るならそれ覚悟してみた方がいいですよ。そんな苦戦、そんなあれなんですか。勝てばよかろうなんですよ、ね、対人戦でもない限り。なんでしょう、レッドファーウェル、銀河の雫。何これ、いらない？取っとけ取っとけ。取っといていいの？あ、そっか、出口ってないんでしたっけ？あ、これ、え、そっか、入り口まで帰んなきゃいけないんですかね、これ。これ、今更思ったんですけど。これ、リレミトみたいなアイテムってないんですかね？今更ですが。武器防具はがめろう。強化底辺にならなきゃ大丈夫やろ。わら。リリスでの変換とかでいいアイテムに変わったりするので、リレミトとかゲームじゃないんだからさ。ゲームでしょ、これ。これゲームじゃなきゃ一体何だって言うんですか？どれでしたっけ、これ、別れを、理を関する切先の剣、攻撃するためにダメージがプラス5されていく力、最大 200% もある。あ、これ3段、これいいんじゃないですか。ねえ、随分上がるな。1500、これも結構、すごい、何ダメージが相当減るっていうか、むしろ今まで こんなひどい装備で今までやってたってことねえ。てか装備は低音装備がやばかったんだな。そうなの。でも、もっと装備作った方が良かったってこと、ね、全然こんな装備で進めてたな。そんな装備で大丈夫か、なんつうか、すごい装備で戦ってたんですね。そうなんですか。そんなに変ですか。なんでそんなに、もっと何作んないとダメなの。本当のことさ。そんなにあれですか。何もっと、だってまだシルバー世代だったのか。何だって、何作りゃいいんですかね。え、そんないいもん、何これ、バローヘルム、これフルヘルムの類型、このクラスのものは勇者にふさわしい人に。装備系だからな、わら。帝王はレンタカーでゴールド免許剥奪されたから仕方ないね。40、やっぱこのクラス作んないとダメってこと、ね、防具よりも武具の方がおすすめだよ。いやでも防具も全然作ってないからやった方がいいんですかね。ちょっとこの辺で真面目に作りましょうか。バローアーマー剣作ろう。鎧は敵のドロップでよく手に入った記憶。帝王が節約タイプだからポイントめっさ寄ってるな。装備は常に最高にしていこうね。帝王へインペリアズはブラック。これなんでしょう、これエルブンブーツ、これでいいのかな。なんでしょう、どれがいいんでしょうね。エアリアルガード、毒ダメージ40、武器は攻撃回数、この辺ですかね。でもそう、武器はそんなに変なもん装備してないと思うんですがね、3回攻撃のやつ。
選んでるし、スターガードとか持ってたからおすすめ。ん？スターガード、ちょっと待ってください。ハルバード、あれ？これが、これ槍？でもあんまり数値そんなに、まあ多少は変わりますけど。何でしたっけ、レベルアップ時の CP 増加値、600もあんまり変わんないですよね。こっちのはあれだけど、でも、スターガードがいいって。ん？スターガード？あ、スターガード作る。ちょっと待ってなさいね。ジェラ姫は固めてるんだな。そうですか。どっちがいいのかな。こっちの方がいい。スターガード。防具ってことですか？スターガード、スターガード。ん？あります？あれ？スターガード？なくないっすか？スターガードって持ってなかった？もう持ってますね。耐性とかもあったりします。スターガードってだ、誰用の装備？ワッコテヨン。え？腕でしょ？腕何にもないじゃないですか。誰？はい、上海さんいらっしゃいます。こんにちは。剣士。剣士のあれがスターガード。所持品にある。持ってませんか？これですか？スターガード。これいいんですか？こっちの方がいいってこと。これで大丈夫ですかね。どうしよう。エイミだいぶ強化されたね。まあね、ただどうでしょうね。あんまり強い敵もやっぱりアギフェゼの方が強いような気がするんですがね。トータルで見ても。で、あとスキルで、何もないんですよね。何を覚えさせましょう。アユーゼは使いにくい。そんな使いにくいですかね。このお尻ばっかり見て、まったく何のことですか。何これ、コンセントレーションダメージ、だもん、ね、機械に対魔法にするためにチャージターンを2ターン2にする。確かにアユーゼはこの受けしそうだし、必要となるスキルはどうでしょうね。何言ってるんですか。
と思う。帝王そっちも行ける口だったか。どういうことですか。何がですか。ドトって意味だったの？違いますよ。何言ってんですか。これでまあ多少は強くなりましたかね。筋ではないと？何のことですか。で結局帰んなきゃダメってことですよね。さあなんで食べるって表現になるのかわかりませんが、ねえ、でもこれもう二度と来たくないですよね。もう本当にむしろ食わせてんだろ。何をですか。帝王の嫌いなダンジョンリスト入り。いやもう行きたここめんどくさいですよね。レベル上げでは来たくないですよね。さすがにここうんこ、ちゃんとアイテム全部回収した。わかんないですよ。生まれたいって人ならいるんじゃない。さあどうでしょうね。肉布団って言ってもね、汗でベタベタですよ。需要があるとは思いませんが、残り全部リストに入りそう。わらわらどうそんなに。まあ帝王のお腹で飛び跳ねたい。加湿効果ねえ。ここはあれだから天空は間違いなく切れると思う。わら、そんなにですか。帝王誕生日ねえ、あさってです。はい、もういいんですよ。もういいんって何。やめた方がいいってこと。これどうすんでしたっけ。天空もかなりうんこ。ご生誕日おめでとうございます。ああ、いえいえ、まだね、あさってですけど、うん、ありがとうございます、うん、パーティーやるの。パーティー、いや特に何も。まあ食事ぐらいはなんかね、行くかもしれませんね。食事は組むの。はい、いや枠は別に配信枠的には何もありませんよ。まあね、そもそも配信がお休みになるかもしれませんが、なんで44なんですか。はい、250個目さんいらっしゃいませ、こんにちはです。いや、どっかね、外食ね、食いに行くかもですね。行きませんよ。ねえ、僕は一体何歳なんでしょうね、果たして。いいね、楽しみだね。ただちょっとね、今お腹下しちゃったから。違いますよ。まあ、まあ、僕がね、まあね、僕の誕生日だけど僕が、ね、なんかね、せっかくクリショーでお金入ったからね、ご馳走したいってね、そういうあれですから。なんで誕生したの？さあ、生まれてきてごめんなさいって。ね、なんででしょう。はい、広告ありがとうございます。ブリトさん600ポイント、はい。うすうす思ってたけど、帝王って実は博識だよな。何言ってんですか、はい。
ブリタさん、ここありがとうございます。600ポイント、はい。よう、カレクエンダメ。お腹、ちょっと下っちゃったから、もう。今日は飯、ね、ちょっと夜も我慢しなきゃ。年の子ですかね。ビルノワか。こっちの方でしたよね。ん？どこだ？ビルノワ？帝王、今のところ誰が好きなの？だから、うん、今のところって言ってもね、あんまり感情移入ね、一回イベントが起きてね、それでおしまいですからね、あんまりね、その感情移入できる機会がないですよね。だからやっぱりレナスですかね、一応ね、レナスがね、一応ガノッサかっこいいよ、ガノッサ誰でしたっけ、見た目だけだと、うん、いや誰もそんなことは言ってないでしょうけど、あれビルノはどこ、うん、ここあれビルノアってどこ、あれ左上らへん、左上でしたよね、ビルノア、うちん、いや、ここ違う、これ遺跡ですもんね、そこより左下、忘却、これあ、ここか、すいません、ありがとうございます、いえいえ、これで、それアクトレーザー、笑、あ、フィルムはね、うん、懐かしい、うん、同じエニックスのね、発売でもですよね。え？ああ、あのアリューゼと一緒になんかやってた人、あの人、この俺としたことがやばいことになっちまったぜ。おっと、うん、あ、この男はアリューゼイベントに出てきた。ねえ、さ、あの人、クソ、誰が一体何者だ。お久しぶり。乱れているよね、バドラックさん。こいつヒット数やばいよ。強いんですか。なんでまた入れ替えしろってこと、そこか、スタメン来た、なんでそんなに、げっ、あ、目指せですね、皆さんがすごい手放しでよろくね、しかも男キャラで、男キャラで皆さんがそこまで褒めたたえるってなかなかないんじゃないですかね。あなたはやりすぎたのよ。バドラックも良いけど生命保険はアフラック、うん、癖はあるけどいいよ、癖か、こいつはなんか憎めないからね、こら、いつまで寝てんだい、仕事はどうしたの、あ、いたいたいた、仕事、俺が何やってんのか知らないわけじゃねえだろう、こんな時間に起こすなよ、何言ってんだよ、たまには太陽見なきゃ腐っちまうよ、それに、掃除もしなくちゃなんないんだからね。ああ、わかったわかった、せえな。これで陽能感ですかね。こうしてると戦争中だなんて思えねえよな。何言ってんだか、そう、ママをこんな、あんたそこらの家の軒先に植えてる花見たことないのかい、うん、顔リアルじゃない、花、顔めっちゃでかいやん、そう、この飾り気のないやつのことか、そうだ、前に聞こうと思ってたんだ、一体いつになったらこの花咲くんだ、全く咲くそぶりも見せねえじゃねえか、これはサボテンの一種でね。は？サボテン？月夜の晩に一度だけ、する時間だけ花を咲かせる植物なのよ。ボケと寝てると見過ごしちまう。でも逆に花が咲いた時に願い事をすると叶うって言われてるのさ。見過ごち。なるほど。
だからこんなつまんない植物を育ててんのか。つまんないもんかい。そんなに金が欲しいのか。バカだね。みんな早く戦争が終わるのを願ってんのさ。水すぐ落ちません。噛みました。あとめでたい奴らだぜ。ま、俺はもう一眠りさせてもらうわ。まったく。かわいい。かわいい。手っ取り早く金になる仕事はねえか？ここがどこなのか分かっているんでしょうね。ああ、分かった分かった。仲介料払えてんだろ。ここは天下のビルノア盗賊リューノのお膝元だ。誰も逆らえやしませんよ。鋭い子嫌いですか？そうですね。なら話は早い。明日また来るといい。はいよ。じゃ、また来るぜ。ほがらかな性格してるな。そう。けっ、ザコどもが群れやがって。てめらに払う金なんかね。男はな、一匹狼が生かすんだっつうの。生かすんだっつうの、ボッチブは。こんな、つまんねえ、つまんねえぞ。俺は母ちゃんの奴隷じゃねえっつうの、ブは。諦めたのか。ぼっちだっこんなことに、なんならさっさと出ていきゃよかったぜ。死にたくね、死にたくねえよ。いてえよ。誰か助けてくれよ。暗いな、クソ。考えてみりゃ、今までいいことなんか何もなかったぜ。死にたくない。痛い。助けてくれ。僕も死ぬ間際にね、こういう思いをね、馳せるんですかね。誰だ、俺を呼ぶのなんだ。俺は生きてるのか。俺が死んでるぜ。まるでウィーグラフやん。あんたまさか、もしかして、あれか？マジか、おい。そうだろ？俺をあれだろ？バルハラに連れてこうってんだろ？ひゃっほー。違う。は？あんた、バルキリーなんだろ。死んだら深海に行けるってのは本当の話だったんだろ。確かに。だが思い違えるな。お前が今まで何をやってきたか思い出してみるがいい。万人を認めるほど私の先手は甘いものではない。レナスさん怖い。だったら俺はどうなっちまうんだ。どうしてくれんだよ、おい。貴様を招き入れるのは主神オーディではない。冥界の女王ヘルの、せめて永遠にのたうち回るがよかろう。まあ待ってくれ。ちょっと待ってくれ。俺にだって地獄行きを拒む権利くらいあったっていいじゃねえかよ。死にたくねえんだ。いや俺は死んでるのか、いやよくわかんねえのよ。
とにかく思い出すからよ。こんなに喜ばれたことないよな。あ、一発でようだったな。悪いことばっかやってきたわけじゃねえからよ。多分話してみろ。私も死神ではない。何か一つでも救われることはしたのか。ああ、話がわかるじゃねえか。そうだな。じじ、いや、老人を。老人を騙して殺した。ダメじゃん。それは地獄へ行くための権利だろ。違う違う。これじゃね。じゃあ。誘拐の手助け。天然かな。国のスパイ。頭皮の横流し。ここのコント思考。女を売りさばいた。呆れたものだな。いや、その。何でもやってんな、わら。人間よ、そろそろ別れの時だな。もうダメだ、地獄行きだ。ちょっと待ってくれ。何、本当にこれで仲間になるんてかね、採用されるんですか。時間の無駄だな。ちょ。ね、これで終わり？これはサバネの石。ちょ。何今この時にサボテンが花をってこと？エッチ。いや、エッチじゃないでしょ。完全に実写、採点じゃん。お。ねえ。サボテンが花を。ねえ、確か。猫が死んだ時なんか言ってましたね。はい。239個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。はぁ、あった。あったよ。花が作品のすごいこだわり。あれは確か、3、4年前だったか。はっきりと覚えてねえが、確かそんなもんだろう。いやぁ、いよいよ帝王も面接か。ということ、はい。重曹会さんいらっしゃいませ、こんにちは。早まんなよ。仕事ったってそんなひでえもんじゃねえ。あれだ、護衛、そうさ、護衛を引き受けたんだ。誰のって？ああ、それはよう奴隷商人のさ。はい、ジオさんいらっしゃいませ、こんにちはです。いいからとにかく聞いてくれよ。まあ出すのもこっぱずかしい話なんだがよ。あれだ、枯れた村なんていくらでもあるもんだよ。不意口を減らすのに実の娘を追っ払うなんて日常茶飯事のことなんだ。いるのあの僕で、商人の護衛を引き受けた時に7歳くらいのガキがいたんだ。帝王さんはコツ、うん、はい、244個目さん、いらっしゃいませ、こんにちは。とにかく、なんか状況がよく分かってねえらしくて、あろうことが俺に懐いてきやがって。帝王7歳買ったの？知らないっすよ。誰のことこれ。こっぱずかしいな。だいたい話は読めただろ。まあいいだろ。いいから話せって。ルシオの妹。奴隷商人ってのがクソムカつく野郎でよ。あー、いいねの半分もよこしやがらねえ。おまけに話とは全然違うクソ危険な近道とやらを行くとか抜かしやがって。要するにだ。俺は、はい、ここからだと思います。ジェオさんが役に立つと思う。もちろん金はもらえねえ。話がつながった。まあつながったっていうか、ねえ、多分ルシオの妹がねえ。さらわれたっていうかね、売買にね、
連れてかれたってね、確か、ね、冒頭のイベントでありましたよね。それが、それを助けたってこと？紙寿司とチーズケーキでした。うん、合うんですか？お兄ちゃんは、なんて聞いてきやがる。どうなる気だったんだろう。まあ、俺はその奴隷商人を困らせてやるためにガキを連れ出したんだが、面倒くさくなってな。教会にこっそり置いてきたのさ。俺の家だって言ったら信じてたな、あのガキ。立派な十字架が立ってるのによ。あれ、ちょっと待て。もしかしてガキがかわいそうになって連れ出して孤児院まで連れてったって言った方が投げたのか。あほか、俺じゃダメか。闇を生きてきた男が出会った一輪の花。おバカブは。いい年の男は涙目になってどうする。正直なやつだな。うん、どうした、行かないのか。え、行くぞ、行くさ、行きますとも。ブアルキリーさん、大概甘いよね。いや、だからルシオの妹を助けたってことだから、そこはあれだったってこと。結果的に自称死神じゃないからね。まあいいや、もう一回やってみる。でもこの時にそのねえ、人間だと記憶があるんですかね。誰の妹かではなく助けたっての大事。そういうことなの、関係はないですか。ここは防湿都市ディパン、それだけですか、関係ないんですか。何、教会行くとっていうのは何だ、誰で、今のおっさんを入れた状態でってこと。今のおっさんを入れた状態でここの行くだけでいい。あ、そう、ここですよね、このコリアンドル村。石化のとこ、そこじゃないよ。石化のとこ、教会に行くちゃうで。どこ、カミル村、教会がある村といえば、うん、そんな覚えてないですよ。カミル村か、どの辺でしたっけ、こっちでしたっけ、うん、私の母がこの子の声かわいいわねと申しております。そう、誰ですか。紹介どこでしたっけ、こっちでしたっけ、こっちぼっち民家、民家でもこっち出ちゃうでしょ。墓地、墓地の先。ピリオドだいぶ少なくなってきたな。うん、大丈夫。うちのハエトリグモも帝王好きって言ってます。何のことですか。こんなとこに俺を連れてきてどうしようってんだ。人が来たぜ。っておい、俺はどうすんだよ。礼拝の方ですか。何が、あ、ですか、あ、これがあの少女ってこと。まあまあそんなとこかな。そうだよ、うん、
かわいいじゃん。ほんじゃ待ってください。あの礼拝はしていかないんですか。唐突なタバコのポイ捨て、うん、俺のこと覚えていやがったぜ。そうか、あんたも人じゃねえとはいえ人が悪いぜ。でもこれ何？ちょちょちょおじさんはレシオとは何？ルシオとは何もないの？まあもう子供の頃のあれだから生き別れだからってこと何もないですかね。はい、ね、280個目さんいらっしゃいませ、こんにちはっていうか。なお、ルシオは感じがない模様、はい、ああそうなんですか、ね、へえ。でその今の装備品がどれ？今の装備品って何？あのおっさんでなきゃ装備できないってこと？頭、男戦士しか装備できないよ。あ、男戦士か、じゃあダメですね。じゃああのおっさんにって時、ってことか、あと9。じゃあダンジョン行きましょうか。でももうちょっと回復アイテム作った方がいいですかね。よく見るとハーレムパーティーですね。王室都市でパ、だってリクエね、リスナーさんが、ね、この編成でってかね、帰ろ帰ろってね、すごいあれですもん。おっちゃん入れますか？入れた、誰切るんですか？入れてあげて。誰切るんですか？入れんのはいいですけど。何？結局もう家見切っちゃうの？帝王のチョイスで。帝王切って。何言ってんですか？槍の野郎は声うるさいって言われまくってて笑った。エイミ攻撃当てづらい。何？弓投資盗賊？するとオートアイテム役立つよ。そうですか。でもね、アイテム生成がね、でもそんなのいちいち回復してたらアイテムっていうかマテリアルポイントがガンガンなくなっちゃいません？大丈夫？ねえ、勇者適正与えていすぎはロタ、わら。ね、マイナス110ですもんね。青灰色の首飾りもお忘れなく。あ、はい、ラウリーとメルティーナより戦いから。とりあえずガッツはマックスにするのね、わら。だってさっきのあのありさま見たらもうガッツは必要不可欠でしょうねえ。ガッツの味を占めたな。じゃあ味を占めたというかね、もうどうしようもないでしょう。もはやクロート。クロートですか。俺ね、何装備させましょうかね。ラビット棒、ボルトクロス棒。あんまり種類がない？なんか作った方がいいんですかね。
弓矢でしょう。初心者の捨てぶりじゃねえ、笑。そう。なんで、だって能力値上げるのは、あれじゃないですか。違う違う、弓矢か。これこれがいいんですかね。ファイヤークロスボウ。特殊な何？特殊な、なんて書いてあるの？施した矢を発射できるように改造されたクロスボウ。まあ、これ作ってみましょうか。作役、うん、作役ですか。はい、ありがとうございます。ああ、それで作なんだ。これが手織りの、バートラか娘から。これがいいんですかね。ダメージマイナス50。スターガードがいいって言ってましたっけ。光と咲くと美味しいスコーン。それはスコーン。何でしたっけ。違う。行動不能か自動復活、これ結構強いんじゃないんですか。エンジェル企業と、あと何、状態上無効化か、コンボ。コンボあんまりやかな。え？壊れんのこれ。30% で壊れるよ、それ。ああ、ほんとだ。じゃあ、ダメだ。ダメじゃん。じゃあ、壊れちゃうんだ。こんなもんですかね。特にいいか。こんなもんで、じゃあ行ってみましょうか。壊れなきゃ不死身よ、ね、壊れちゃう。壊れなきゃいいと思うんですがね。壊れなくてもいいと思うんですが、あんな鬼畜な、ね、バランスのボスが出てくるんだったら。誰？バルバロッサ。おお、これがわしが愛した都の慣れの果ての姿なのか。どうなった？わしを愛し、敬い、ここ、わしもまた敬愛していた民は一体、ここのボス、そのすごいな。グッグー、ダレス、ガイ、ウォルザよ。わしの苦心たる同志の魔王なんのか。切れる、何をなそうとも無意味ではないか。わしは一体どうすれば帝王我慢できるのか。へえ、そんなきついの。貴様、魔王の手先バルキュリア、その冷酷な眼光忘れちゃおらぬぞ。我が王国を破滅に導いた張本人め。なんだと？亡者へと落ちた者と論じるつもりなどないが、身に覚えのないことで恨まれる言われもない。まさらざれ言を抜かすな。亡き民と同志たちの恨みを込めた我が一撃を食らうわ。いきなりバトル？え、何？ダンジョンじゃないのこれ？ボス戦なの？難しくないよ。イライラが来るだけだよ。イライラが来る。え、いきなりボス戦なの？そんないきなりボス戦であれだったら返した。さすが。返したって思ったら、ダメじゃん。だってシャアの声の人？帝王の大好きな面玉もいるよ。残った。よくわかりましたね。シャアです。そうですね。僕全然聞こえなかったっていうか。でもそこまできつくもなくない。さっきのね、あの鬼畜な
ボスに比べたらこんなのまだ今んとこマシじゃない？あ、なんか技が変わった？あ、すごい、なんかすごいやりが来た。あ、すごい、変わった？うん、あ、確かにシャアの声ね。ガード。オーマコを使うボスはチート。今までの武器が弱かった。そうなの。うわあ。でも残った。ガード、レインボス。悪いがとっとと死んでくれや。一撃必殺。昇進者やったらうっかり粛清にするのか。そうです。はい、どうも、超絶イケメン王子様いらっしゃいました、こんにちは。すご、わら。気分悪いぜ。すごい。ああ、やられた。できればね、このおっさん死なせずにあれしたいですよね。かわいい、助けてあげて。ねえ、助けてあげて。ねえ、小賢しいわ。その身に刻め、真に。落ちるか。頑張れ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 。落ちろ落ちろ落ちろ。もうちょいもうちょいもうちょい。ブアルキリーだけでもオートアイテム復活の 100% にしとけば。そう、頑張れ頑張れ。貴様に救いの道などない。なんか皆さんやたらとね、オートアイテムを進めますが、復活の 100% ちょっと待ってください。まあね、皆さんのアドバイスの方がね、僕なんかで有用でしょうから。これで終わり？勝ち？うん？経験値は？うおー、この程度の痛みなど、民はどうしたしの苦しみに比べれば。誰か読んだら勝手にユニオンプラム使ってくれるし。なーにもない。わしは死なれぬのだ。経験値はくれないの？え？何？あ、連戦？マジ？てか、何？今度白くなった。はい。はい。小賢しいわ。その身に刻む。まあいいや、はい、334個目サインしました、こんにちは。まあもうさっきと同じだったらそんなにね、特に強さ変わってないよな。はい、うん、大丈夫じゃない。バラマキって何ですか？通常攻撃のこと？黙って死んでりゃいいもん。砕け散れ。うおう。まあ、だいぶ、まあ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 、これぐらいのダメージだったら。通常攻撃でバラマくやつ。あ、これ？っていうか。あんまり、うん、わかんないけど。石がジャラジャラ出て気持ちいい。ですかね。
確かにすごいですよね。いっぱい出るね。だから皆さんが押すわけですか。多段ヒットは見た目いいね、うん、いっぱい出るとかエッチそっちね、いっぱい出るじゃないからね。えこんなにポンポンね、今まで見たことない規模ですよね。石出ても経験値ないよ。え、そうなの、ね、え、何、次は何、勝ったら何、次は経験値くれんじゃないの。さすがにそういうことじゃないの。魔法もすぐ使える、ね、えこんなに出しちゃって大丈夫なの、ね、その身に刻め。コンボス投げがたくさん落ちるし、そうダメも増える。だ攻撃のその一段でね、いっぱいこうヒットするからってことでしょ、うん、ねえ、そりゃ相当ありがたいですよね。ヒット数稼げると決め技のダメージ向上につながるのも良いね。ダメージも反映するんだ。ただ必殺は弱い、うん、まあね、そんなね、これで必殺も強かったなってなんでしょ、うん、クフィアデサイド落ちた。必殺とか言いたくねえんだけどな。大人のレベル上げにはもってこい。レイ様好みの強しキャラですね。で経験値はちゃんとくれるんでしょうね。経験値はちゃんと経験値ドロボコラ、ちょっと何これ、何に逃げてったってこと、はい、何ちょっと世界的だと経験値3倍狙えるよ。ないよ経験値ないよ。わらわら経験値これで何、そのファーストエリアやめてオートアイテムあれしとけってこと。アイテム足りるかな。ないよ経験値、ね、返せってか、よこせって。え、ちょどこ、これどこ、えだから こっちじゃないの。いやだやだな、なんで、いや普通、いや違う、戦闘が終わったってか。えアイテムを設定しないとダメよ。さてこのままじゃ道が開きませんか。どうします。これ、ああこれで自動使用アイテム入手に合わせればなんかしてたな。これで何、ちょっと待ってだから、うん、え、100にすんの。これでいいってこと、うん、これだけでいいですか。パーセントもっと高くしろって思う。まあいっか。でこのここは何、これだけってこと。だダンジョンとかないですか。あとはエリクサーあたりも100にしとくと楽。ただアイテムあんまり使うとね、アイテムのポイントがっていうとこもありますけど。えここってこれだけ。いいえこれからです。これから、あなんかイベントまた出てきた。だだ、わしは決して滅びぬ。報われぬ魂となってさまよう民を救い、かつての栄光を取り戻してみせる。なるほど。貴様が現世につなぎ、貴様を現世につなぎ止めているものは執念か。すべては終わっているというのに。それは貴様の勝手な言い分だろう。終わってなどおらぬ、理想に終焉などあるものか。奴をつなぎ止めているもの、すなわち執念を断ち切らなければ。だが一体どうすれば、どうするの。どっかになんかあるの。奥に行くってわけじゃないんでしょう。手前、ここ帝王もかつての栄光を取り戻そう、うん、どうやって取り戻すの。ここの、ここはマップなしの。に対する執念すごいのね。何ですか。僕がいつそんなもんで執念を見せました。
こっちは出ちゃう。あ。ん？あ？ん？わあ、いっぱいいる。なんか、何？熊本で小学生の列に車が突っ込んだらしいです。はい、またですか？不死者が召喚されている？綺麗事を並べたその結果、これか。熊本で大丈夫なんですか？被害者っていうか犠牲は大丈夫なの？ねえ、バドさんめちゃ揺れてる。うん？ねえ、落ち着きがない。クロスエアレイド。魂の束縛はついに。この場にとどまる断りはもうない。左足を骨折するなどしたか、いずれも命に別状はない。あ、それはね、何人ですよね。何人ですか？3人か。亡くなった人いなく絶好中の幸いですね。まあ、それは本当にね、何人ですけど。何さ、先にあいつで攻撃しろってこと？ちゃんとコンボしよう。あ、そっか、単体か。あ、単体だからあれか。そういうことか。普通に攻撃すればいい。単体でしたね、失礼。これなんで急に必殺技の演出が変わったんですか？装備変えたから？なんかあるんですか？そう。でも強くね。武器のせいで。へぇー。そうなんだ。わかりません。こっちの方がかっこいいよね。でも演出がちょっと長いですよね。毎回見るには、もうちょっと短くてもってね。わがままだから僕。確かに。死の先を行く者たちが。おい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 、ちょっとやべえんじゃねえの。だから複数の時はいいんでしょ。まだ短いんだよな。嘘でしょ。なんで？だってこのゲーム結構その、なんていうんですか、そのロード周り結構ね、あのね、ガリガリ音出してでもね、そういうのね、快適にしてるのに、なんでそういう演出を短くしないんですか。それやんなかったら本末転倒じゃないかって思うんですが、ねえ、その、テンポを良くするってこと、あれするんだったら、どうなの？複数でも普通に攻撃のがそう？スキップ欲しいよね。ポイズンブロー最強魔法じゃなかったっけ。ポイズンブローではちゃんとカットできるようになってるよ。そりゃ普通に攻撃でいいからね。そうなの。ガリガリ言ってるのはプレステ2が行きかけてるからであってる。いや、それは関係ないし、だってこのゲームだけですよ。演出家は別に考えるだろ。ああ、ちょちょちょ、いやいや、ちょ強い。なにこいつ。あ、よかった、残った。でもね、クロスエアレードのエーションのこと考えたら、やっぱり全体にやった方がお得じゃないですかって思うんですが、ダメ？それは何？こいつのこの攻撃で時間短縮できるってこと？
敵の気配を聞いたよ。ライフスティーラーの追い打ちしつこい感好き。どうしよう、並び返しても経験値を稼ぐって点では損だね。はやべ、アイテムドロップも。そんなになんか皆さんアイテムドロップにこだわるというか、あれ、すごいですね、このおっさん、なんか数値以上になんか根性があるというか、ガッツがあるというか、そういうなんか設定あるんですか。さすがに古くない？その身に刻む。ああ、落ちてたか。そろそろレベルが足りてないってのはあるかもしれない。レベルが足りてない。特に商品を持ってることがありますんで、余計に宝箱ドロップ狙い推奨なんですよ。ボスで。戦い方がバカすぎてくさ。ウィザードリーのライフスティールだったら大変なことになってた。そうなの。てか、なんかこのおっさんばっかりなんか狙われてるような。あれ、生き返んないの？あれ、セットしなかったオートアイテムって、あれ、生き返らない？聖王は肉弾戦がお好みなのね。多分セットして丸をしてない。丸をしてない？ってことは、っていうか、あれ、間違えた。あ、ちょっと間違えた。かけるボタンで戻ったんだね。ああ、そうなんだ。わあ、ヒットポイント何？こいつ吸収してる？何？ちょっとどういうチート？エッチ。どうしよう。ユニオンプラム 100% で確実に発動するはず。ね、さっき設定したんですが、罰をしたからリセットされちゃったってことみたいですね。ちょっと吸いすぎじゃない？まあ私、いやもうちょっとこれはちょっと。てかユニオンプラも全然作ってないから、これ足りるかな。底辺の。はい、420個目さえいらっしゃいませ、こんにちはです。だからブラッドスティールとか言ってたのか。育てないとずっと狙われるぞ。ねえ、だから生き返らせろと。エブオフェ、っていうか、なんでこのおっさんこんなに狙われてんの？なんでこいつだけこんなに狙われてんの？気のせい？なんかバグしよう？あー、ダメか。難しいな。そうなの？あー、それだから。おっさん好きなんだね。そうなんですかね。
低音もおっさん好き。どうでしょうね。ギターがリズムよっていい。やった。回復魔法使えば節約になるよ。よし。しかし倒しても倒してもキリがないの。あ、どうせすぐだ。これで。これで大丈夫ですよね。今度は。それとも、あれかな。入れ替えしましょうか。後ろなら狙われない？ああ、地図あるんだ。女を盾にすると家庭を刺すぞ。だって証拠がないじゃないですか。恐ろしいほどの邪念が渦巻いています。レベル上げるってとこに行かないのは逆にすごい。え？どこ？え？経験値？何？送って、だってね、送る兵士に経験値ある程度取っといた方が良くないですか？どうもいまいちやり方がつかめてない。姫は女の子着たいよね。いや、別にそういうつもりはないんですけど、なんなの。適当に全部のボタン連続でポチればいいよ。まあやってるんですが。野蛮みたいに銀玉の掴み方は心得てるのにね。何のことですか。これが運命。今日はベネズエラ行く戦見るの？何？ベネズエラって何？攻撃限らせないように。野球？野球終わったでしょ。何？早朝こんにちは。そう、何の早朝ですか？はい。437個目さん、いらっしゃいませ、こんにちは。何？ん？サッカーかなんかですか？でも、ベネズエラってことは、ベネズエラってことは、アジア予選じゃないんですか？親善試合？何が装置ですか？はい、手を振ってか。はい、どうも、440個目さん、いらっしゃいませ、こんにちは。クロスエアレイド！よっ！なかなかしぶといやつやったの。なんかいる？よかったね。さっきから強い鎧を着てるよ。はい、そうなんですか。いや、全然見てないけど。
まさか3リマスター買ったけど何やればいいかわからん、はい、何をって適当にやればいいんですよ。自分のやりたいことすればいいんですよ。町の人の話聞いたりね、男女ね、あったらね、潜り込むなり、ね、好きなことやってりゃ、うん、ね、行き着く場所はいずれね、同じでしょうから、うん、ね、好きなね、仲間って編成したりとか、何のことですか？え？それやりは相当最後の方でしょう。わーい、なんか嫌な予感。えぇ、ー、ロマサガって序盤で戦いまくるとスムって本当？えぇ、ー、いや、スリは大丈夫じゃないですか？ねえ、スリは大丈夫じゃないですかね。ねえ、確か、スーと違って、ねえ、その、ウンディーネとボルカの両方の依頼受けて2人を敵に回して倒すといいよ。戦いまくって詰まることはない、ね、2で逃げまくるとやばい、3は大丈夫、3はなんかね、逃げてもその戦闘回数にはなんかねカウントされないみたいですからね、なんかそこは大丈夫みたいですよ、詰むことはないんじゃないかな、2はねなんか逃げてもね戦闘回数カウントされるから、雑魚敵が強くなるから場合によってはってことだね。そうですか。いやでも基本的にね戦闘システムとかね2のそれですからね、戦闘周りは、ね、LP ね便利ですよね。難易度はね多分2よりは ね次のが楽だと思いますけど。ガルダリング先生がヌメヌメ動くのを楽しむのもいいよ。ねえ、まあ。回復マジか。うん。いや、スリはね、ファミコンの、スーファミの時もそういう仕様ですから。ねえ、2はね、回復しませんが。だから積むことはないでしょう。てか、ここなんかないの？ボス倒さないと出れないダンジョンがあるから積む可能性あるけど、2の方がいろいろシビアだったと思う。3の方がきついのって、せいぜい2より技覚えにくいくらいだと思う。2より技覚えにくい。でも2、3も結構あれじゃないですか。技っていうか、なんか適性関係ないから誰でもなんか、ねえ、その、強い敵だと、何でも覚えるっていうかね。業務用行く道中でひらめく時ある？どういうこと？何をひらめくんですか？帝王もよく頭の上に電球出るよね。どいつですか？頭の上に電球出してるよ。何のことですか？千手観音ひらめくよな。ねえ、多分。なんで千手観音ひらめくんですか？持ってるの？どうでしょう。同時に攻撃した方が良い。そう。よくやった。エインフェリーたち。帝王の
ことを忘れないようにそばに置きたくて雪だるまを仲間にしたよ。そうですか。なんで木雪だるまなの。まあいいけど、ボタンコボ同時押しで魔法はじめで。そうですか。もちろん四魔貴族で自爆しました。ですか。自爆です。さよならなのだ。帝王のネンドロイド再販まだ。なんでですか。てか販売されたことあるんですか。帝王、過去にロマサガさんやった時あるの。ありますよね、配信でだからね。確か、うん、まあ、うん、まあ厳密にじゃないですけどね、お金使わない縛りでやりましたよ。ないって言うんですか。だから YouTube に多分ね、動画もし残ってるから、うん、今日はいいじゃないですか。いいじゃないですか。誰？モニカですよ。確か。その動画も再生数1桁、うん、1桁だと思いますけど。何言ってるですかって言われたいがために適当言ってすいません。アーティオが好きそうなキャラだもんね。ないです。雪だるまが溶けてしまったので象を仲間にしました。はい、これも帝王。知りませんよ。それも帝王なんです。何でしたっけ。モニカにしたら、でもアンケートじゃなかったでしたっけね。アンケートで確かモニカが選ばれたからね、僕はモニカ使ったような気がしたんですが、うん、ね、寝坊これも何でも帝王。それでも金使ったことになるの。さあどうでしょうね。トレードはまあトレードって僕やりましたって、やったちょっとやったって。まあトレードは別にね、ゲーム攻略に支障ないでしょうから、ね、トレードはあくまでミニゲームでやった。まあそこまでガチでねやってませんから。リアルでもトレードしないの。するお金がありませんよ。わあ、何いきなりどこに来た。死の先を行く者たちよ。わあ、死ぬ。じゃあ、おお、本当だ。おお、ワイのヒコちゃんいじめないで。でも余裕あると便利だよ。余裕があればですよね。でも今作れないですからね、もう。どっかセーブポイント行かないと見つかりますかね、それまでに。てかでも見てる限り別にこのダンジョンそんないやらしいあれがあるとも思えないんですが。
うん、なんだイベント、これは時間制御装置。よくわからんアイテム変換でも回復アイテム作れるよ。そうですか。どうしたのじゃ。その言葉公開しないように。なんで。面白いこと思いついたぞ。誰これ。面白いこと。うまくすればあの忌々しいメスイの時の彼方へ。なるほど。メスイって誰。相変わらず主の発想には恐れいる。ロックしたいらない装備ばらしてマテリアライズ稼ごうぜ。うん、いや、どれがいらないか僕わかんないですね。ふっはははは。なんだと、この装置、まだ生きているのか？てか、今の会話誰？今の会話誰？まずい。いや、別に、はい、タスピさんにします、こんにちは。思った以上に弱い女じゃったの。どういうこと？所詮、その程度ということだ。これ誰の会話？時の流れを制すればアース親族とて問題ではない。何あの何バルハラの何バ何戦争相手の。その通りじゃ。やつらとてまだ設備の管理関与できる。ちょっと早いよ、ちょっとメッセージが読めない。んでどうなったの。どうしよう、回復、まあ、エリクサーはいっぱいあるから、あれですけど、うん、で、何が起きたっていうの？これで何か変わるっていうの？変わったってこと？敵いないからノーヒントでもいけるよね？うん、まあ、まあ、ちょっとまあ、とりあえず、まあ、何、そんな難しいの？何？城の様子が。タイムスリップ。アース神族も良いけど虫よけにはアースノーマット。何？ただの何も、トラップも何も、仕掛けも、ギミックも、ないんじゃないの？ねえ、ここ来たでしょ？うん、ねえ。帝王昨日と今日眠くなってないね。はい、うん、まあ。今日もね、結構寝れましたから、うん、そこら辺はまあ、だいぶ、よくは、ダニアース、うん。誰かいる？てか調べられない？誰が死んでる？てか死んでる？そうなんですか。ん？なんだ？周囲の景色が。壊れていた建物が復元されている過去に戻ったってこと？人の気配が。抵抗する者には容赦するな。理解早すぎてくさ。はい。だって時間制御装置ってことはこれ誰や？レナスとそっくりじゃないですか。ね、バルバストはどうなった？アリューゼが公開処刑の用意を、完了したいです。アリューゼ？メルティーナ？ね、メルティーナのあれですか？これ、ローね、夢使い。ですが、そっちの魔導士3人の所在が不明のままです。そっくりさん？偽物？偽物？偽物がこの国を滅ぼしたから、だから、何、レナスを逆恨みってこと？
城とかに隠し部屋があるとの情報をつかみましたが、しておけ。とりあえず、王と、ん?王と措置は我々が抑えたんだ。奴らにはもう何もできぬ。先に行け。は。この波動は、ゲナス?なんで知ってるの?そんなバカな、気のせいか。なんで、過去なのにゲナスはまだこの、まあ昔からいたってこと?プアルキリーなんでしょうけど、プレイヤーが操作してるのとはなんか違いますね。今のはアーリー?まさかここは過去の世界?アーリーって誰?時間制御装置で私は過去に?で、それが何だと?恐ろしい。一体わしらはどうなってしまうのじゃろう。どういうこと?レナスが二人。ねえ。私は城で働いていたものなんですが、城には隠し部屋があるという部屋を聞いたこと、話を聞いたことがあります。この隠し部屋を見つけろってこと?というバーボンウイスキーのことだよ。お先はちょっとわかんない。王妃様もしかしたらそこに隠し部屋だ。ちょっと、その隠し部屋どこにあるっていうの?それを見つけろってこと?鎧の色が違う。ねえ。王子様が行方知れずなんです。王子様、まあでもが、すでにこの世の人ではないだなんて考えたくもありません。だから王妃を探せと、僕にそうおっしゃるわけ。漆黒の鎧に身を包んだ戦乙女の冷酷な眼光。あれに見つめられてなお信仰を失わずにいられる者が何人いることか。今ってセーブできない?できる?街はできるの?あ、できないですよね。ここを狩りで支える、城塞にして皆の憧れてもらった王子様いずこに。王の傍らには常にいた、王の傍らに常にいた三人の魔導士さえいなければ、神の激励に触れることなどなかったはずなんじゃ。イベ中だから無理、バルボルサ様が、もうすぐ処刑されるという話は本当なんでしょうか。これはあれでしょう。王が囚われ、王妃も行方知れずと、この都ももうおしまいじゃ。なばかな、どこのザースカールですか。なぜバルバロッサ様が神の咎めを受けなければならないのでしょう。慕われてますね。時間制御装置の開発は、推し進めていたのは、王の側近中の側近である、魔導士ウォルザ様であって、バルバッサ様ではなかったはずだ。なのに。こっち上はいけないの。逆らう者は皆殺し、神も魔物と同じじゃないか。本当に一瞬の出来事だったんだ。何十人もいた兵士がたった一人の戦士によって。頭にフードかぶせられてもギロチン怖いよね。へへ、嫌ですよね、そんなの。城は神の王、見つかりによって蹂躙されてしまった。
都ももうすぐ。何もない。だ城の隠し部屋を探せってこと？とりあえず多分もう何もない。出られないし。マップは全部これですよね。多分これでどっかを探せ、人間のままで探せってこと？ってことを考えたらそんなにね、やれることも限られてるから、ねえ、隠し部屋はどこってことでしょう。奥って行けない？どっかに探せばいいんでしょう。敵もいないし。なんかいかにもこれ怪しい？でもなんか、でもね、できること限られてるし。絵もあれだし、何でしょうこれ、何もない。 A で押すとかのアクションも特にない。エッチな石像、そうだ。何の話ですか？何がいけるですか？失礼な。結構広いですね、でも。多分こういう部屋の中にあるんでしょうね。まあ何かどっかの、多分こんだけ部屋があるってことは。でも結構広い、なんか無駄に広い。ここから見落とさずに、なんかちょっとこの、ちょっとこの像エロい。なんか石像がいかにもって感じ。なんか石像にってこと。どうでしょうね。やれる操作も限られてるし、と思いたいけど。石像がエッチとかさすが帝王。誰がそんなこと言いました。これ結構クソ広い。ねえ。うわぁ。隠し部屋ね、どこで探すんでしょうね。隠し部屋って大体なんかね、悪魔城よりは狭い。狭い。いや僕悪魔城やったことないからわかりませんけど。帝王村人レナスも可愛いと思いませんか？まあ別にそこは否定してませんけど。ちょっと待って。入ってここか。プラチナだそう。
てかでも本当にこの謎を解かなかったら何、僕はセーブっていうかね、このダンジョン終われないってことでしょう。今その、うん、当たり前っちゃ当たり前というか、なんていうか、そうだよ、うん、頑張って解かなきゃってことですよね、うん、いやー、あれ知ってる、そうだよ、ねえ、ところ女ですか、はい、エクサクトリー、その通りでございます、うん、任してください、そうわよ、任してください、え、ちょっと待って、一箇所売ってない、うーん、あそこでしょ、だから戻んなきゃあそこ行けないでしょ、戻りますよ、今から、ね、パーフェクト童貞ではありますが筋ではありません、何ですか、SJ って何でしたっけ、本当に結構広いっすね、ネタじゃなくて、うん、何なんでしょう、皆さんがそこまでイラつく要因に挙げてるのは広いから、うん、気づかない謎解きだから、帝王の大好きな初物のことです、うんうん、はい、529コムさんいらっしゃいませ、こんにちは、でも、うん、これいかにもじゃないですかちょっと何する間もなく何か隠し目は見えない、ちょっとこれこれこれなの、そこにいるのは誰、ちょっと。こんなんわかるかってなるよ。だって今、何もなく、ね、いかにもなんか怪しい感じのあれじゃなかった。私は隠れなければならない、境遇に置かれたものと、敵対するような立場のものでは決してありません。難しすぎる、笑。でも、まあまあ、ね、多分。始まったばかり。始まったばかり？あなたは、このようなところに一人で、このようなところ、このようなところとはこの隠し部屋のことですか、難なく見抜くよ、私はマルベス、ここをバルバラスの妻、もう騙されていたんです、3人の魔導士の関連に乗せられて気づいた時にはすでに取り返しがつかなくなっていたのです、人間などが、人間などが永遠を望んだがために神がお怒りになったんです。まあどうでしょうね。僕も西田さんがなんかそういうの言わなかったらそりゃ警戒はしなかったかもですが。どうかこの王冠を夫に、あ、王に、うん、王は最後まで王であってほしいと。どなたかも知らず、ましてや私と同じ女であるあなたに、このようなお願いをするのは心苦しいのですが、おし、残りのものをヒントでいいな、まだ謎解きはあるってこと、はい、おお、すごい嫌な顔ですね、その目でしかと見るがいい、摂理を冒涜した神々の反逆者たるお前たちの王の最後、悪い顔しとるな、ねえ、悪い顔、アーリーかわいいよ、ああ昔顔、ぐし、王は最後まで王であってほしいと、おかしいですよ、うん、全ては遅すぎた、何や、首だけあれ、うわぁ、バルボロッセ、
スはこれを見させられたんやぞ、クソ老人たちに。なあ、これは引き戻される。そうか、そういうことか。なぜ戻ってくることができるのじゃ。現世とよほど強い因果があるとでも言うのか。あんな下級神ごときに、そんなバカな。何これで、この冠を、王冠をあれってこと、バルバロスだよ。帝王も下級王だよね。私はお前の妃から全てを聞いたのだ。何だと、何をバカなこと。これを預かってきた。それは、まさか、わしがマルベスに預けた。そうだ。帝王は鬼畜王だよ。ないです。そうか。だが、騙されていたかどうかは問題ではないのだ。わしが永遠のぞみ、その結果、すべて破滅に導いてしまった。すべてはわしの責任であり、同志たちはわしの命令を忠実に実行したに過ぎない。同志たちはよくやってくれた。同志たちに罪はない。そうではないか。そうなのかもしれないな。よしと、話ができてよかった。これでわしもすべてのわだかまりを捨てていくことができる。礼を言うぞ、戦を止め、バルキューリアよ。黒幕はすでに分かっている。え、誰？私は時の彼方に追いやっていい気になっていたのだろうが、墓穴を掘ったようだな。貴様たちが現世に召喚した王と王妃の絆の深さを、資料に入れられなかった愚かさよ。何、魔導士、同士が犯人ってこと？思いは時を超える。心の糸を手繰り寄せて、私は戻ってきたぞ。聞こえているんだろう、魔導士ども。え、これで何戦うの？マシルベシが犯人とか魔導しましょう。ね、今は式は、ルシン・バルキュリアよ。一度なず二度までも悪いの邪魔をするか。場所？ん？美人と化した王の魂を呼び戻すまでに、幾百の年月を浪費したことか。だが、所詮奴も小物、愚昧な男よ。ふははは、まったくじゃ。バルバロスは愚弄するか。あやつこそ、剣王の、何、剣王のなんて読むのこれ、何を関数にふさわしい、なんて読むの、ちょっとごめんなさい、読めない、うん、ほほう、神が亡者に肩入れするとは。オーディンが知ったらどのような顔するじゃろうな。ほほう、ほほう、城の中だな。待っているよ。すぐに召してやるぞ。何、さらにこっから、ほほうほう、どういうこと？何これ、出たら減るでしょうし、これでこのまま、ん？あれ？どこ？ちょ、いけない？送りな？へぇ、そんな、送りなって、うんね、すごいですね。てか、城にどうやって行くの？絶対読めない。本当にいいけど。あ、こっちでしたっけ。城の、何、こいつらをさらに見つけろってこと？ねえ、こいつらを、この城の中から探せて、しかもセーブポイント、あれ、セーブポイントができたってこと？敵はどうなってる？まだいる？私のパワーはすでにお前たちを超えているのだ。うわぁ、宝箱も増えてる。さて、どんくらいかかるかな？マジですか、そんなかかるの？ねえ、でも、
あと30分じゃ無理でしょう。っていうか、これまあとりあえず今んとこ一本道で、どうしましょう。とりあえずまあ全部あれですけど、下から探していきましょうか。宝箱と絶対しとけばいいよ。ちっちゃい宝箱ちゃんとね、ちゃんと、セーブできるから明日からでもいいからね。最近トイレ少ないけどちゃんと水飲んでる？飲んでますよ。それ汗かきだってのに。これ探したところは宝箱ないってこと？みんなにわかるかってブチ切れるから詰まったらヒント募集するのよ。そんなに？そんなにあれなの？ここはな、こっちはもう何もない。そんなにですか？なんか怖いんですけど。ね、多分言うんでしょうね。わかんない。帝王なら一瞬で見つけるって信じてるよ。必死は無理でしょうけど。というか即見つかった。即見つかった。見つかる？隠れんぼ何？まあいや、ちょっとまあ別に今日じゃなくても。は無理やった。イラッとした。イラッとする。どうでしょうね。これ行った、ん？これ現代で行ったとこはもう敵がいない。はい、まあいいですよ。ね、なるべくだったら自力で解きたいんだよ。566個目さえいらっしゃる。ねえな、本当に謎解きだって言うんだったらねえ、僕は頑張ってねえ解きますよ。本当に、どういう、まあ謎解きのね種類にもよるんでしょうけど、多分こっから。謎解きなんかな、ここは。どう違うの？ノーヒントの謎。そういえば。直感力じゃね？直感力ですか。なんとも言えませんが。本当の謎解きはチャプター8まで取っとくんだな。チャプター 8？ ジャンプ力ですかね。ジャンプ力？ジャンプ力ですね。なんかこれ、怪しくない。何ですか？ヒント言い過ぎた。こういうこと？ね。早。ね。なるほど。どうかな？いや、気づいたかな？ってか。どうしよう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 。いや、まあね、探すのはね、あれですから。ちょっと待った。ちょっと待った。まずい、2体じゃん。どうしよう。いけるか？ボスの近くにはセーブポイントですね。なるほど。そういう考え方か。いや、勝てるかなぁ。そっちの方がいいっすよ。散らしてって言っても、そう。これだけ？これで何？全部解けるっていうかあれなの？わかんないですが。これで何？もう解けた。僕はほら、謎解き関連はね、その、結構ね、ゼルダとかで鍛えられてるでしょう。ねえ。
あ、結構ダメージ入る。おお、すごいすごい。こいつイカ稼げて美味しいよ。そう、ねえ、だいぶ強くなったから。この犯罪者どもね。ねえ。でも強いには強いか、やっぱりね。まだダメですよね。この目玉の親父、これで魔法使えるからどうかな。ちょっと血で先に削ってからかな、このターンでいける。ねえ、これで魔法で、後ろからポップコーン投げてるやつもいない。すぐじゃなきゃ大丈夫か。危ねえ。まあ、完全に同時じゃなくてもいいってことですか。危ねえ。よかった。ああ、危ねえ。ポップコーンおじさんです。何のことですか。ポップコーン。ポップコーンなの、あれ。え、まだいいの。今度は単体。ごめん、わらわら、キュアプラムス、目玉好きねえ。単体なら弱いな。ねえ、単体なら全然脅威じゃないんですが。アイテムや装備もちゃんと確認しようね。なんかいいの手に入ってます。コンボつなぎやすい。しかもだね、ミスリルアーマーとか取れる、どっかで。ミスリルアーマーってどこの FF ですか。演出長いけどかっこいい。ただ何でもやるのね。もうちょっと短くなーって。陸人謎支配受け、ここくらいか。そんな理不尽ですか。っていうかまだいるじゃん。なんなのお前ら。帝王が14歳連れてるせいですよ。何のことですか。クロスエアレイド。デコちゃん。クロスエアレイド。何時間も散々彷徨った人もいるんですよ。いや、まあ気持ちはわかりますけど。いや、ダメージっていうよりは多分、補助券何さあ、わかんないですね。
かせてる時にエディさんの攻撃はいるとボロボロ落ちる。あぶねえ。うん、ねえ、でもみんな、うん、同時押しでいいって言うから。おじさんはコンボ要員。そっち系でしょうね。ねえ、多分。じゃあ、あぶねえ。どうしよう。今日、パスタとピザの店に食べに行くか、外出るの面倒だから家で冷や食にするか迷ってます。意見お願いします。寒いんだったら出ない方がいいんですか。エリさんにしまして、こんにちはです。ちょっと。難しいな、ダメージ調整。だから家であったかいもの食いましょう。プラムス。プラムス。回復魔法。回復ね、でも。あいね、ちょっと魔法落ちたいから回復しといた方がよくない？残れ、あ、豆いいか、どうせ。使うし。どうしよう。もうちょっとダメージ削るかな。でもダメですもんね。帝王は使い方的にしほちゃんよりメルアネの方が合ってそう。どうでしょう。いやちょっと怖いかな。大丈夫か。でジェラードで撃てば落ちないかな。クロスエアレイド。よし、危ねえ。なかなかしぶといやつやったの。わ、なんかすごい経験値が入ったような気のせい。何でしたっけ、コンボカウンター。僕は面白いから時間過ぎるの早いな。ああね、僕もね、まあトータルで見ればね、結構ハマってはいるでしょうからね。もう15分か。神奈川でクマが頻繁に出没してるらしいけど、帝王なんですよね。嘘。なんで帝王な、なんですかね。嘘。神奈川にクマなんか出るの？ねえ、ちょっと、びっくりです、なんですけど。帝王より体重軽そう。なことはないでしょ。クマでしょ、言って。ねえ。この前こんなクスゲー作る会社のもうやりたくない言うてましたよ。いや、だから部分的にはね。ねえ。神殿のアクションがクスだったんです。そう、そこだけはね、ちょっとね、ダメですけど。まあ、それ以外はね、加味すればね、まあ、まだね、って。え？何？何のこと？そんなんが出るんですか？とりあえずかな。
こんなもんでいいか。てかどうしよう、時間15分。これ、ボスとかこの先いるってこと？ダメよ、人を脅かしちゃ。大丈夫？ここボスいない？いる？いるんだったらもう一回セーブ変えた方がいいですかね。どうせ場所がね、分かってんですから。てかどうしよう、大丈夫？レトロ生主派さすが慎重だな当たり前じゃないですか。ちょっと届かない、ちょマジ。このセーブは熟練者、届かん、なんで。昭和の理不尽芸で鍛えられてやがる。ちょっとなんで乗れないの。よし、いた。あ、なんで3人もいるんだ。なんで、ようこそ。我らはたとえ愚昧なる神といえども歓迎いたします。でも回復してない。はい、何ですか。はい、じゃあテトラクさんいらっしゃいませ。こんばんはです。それが貴公の考えた最初のセリフか。ならばわしはこうじゃ。魔導士でしょ。集まるのわかんないけど黙れせっかく訪れた晩餐の機会、会話に興じてはもらえないものか。今回晩餐ねえですよね。晩餐だと。そうじゃ、戦乙女という魂を食らう晩餐よ。トガ人め、トガでいいんでしたっけ。魂を冒涜した罪は重いぞ。ばあさんです。様ら三者は滅絶に値する。どれ強いかね。じゃあ、でも大したことない。プリズミックミサイル、でも、うわ、やべえ。さすがに一人回復させた方がいいか。どうせ消化試合、サクサクいこう。本当に？ちょっと待って、設置を。残り10分だから時間気をつけてね。まあ一応時間延長しておいた方がいいですか。まあそのかしこれ終わったらもう終わりますね。じゃあ一応万が一、延長しときましょう。はい、てか石になっちゃってる。あれ終わった。レナスの石像 X、 犬の献立決まってるの。え、夕飯ちょっと僕お腹あれですし。レナスの石像欲しい。ていうか多分昨日のおでんの残りがありますから。どうしましょうかね。僕が食うか。させた方が良かったか。結構強い。状態異常のオートアイテムも役立つ。でしょうね。オートアイテムガッツゲーだったか。見た感じの棒が高いですな。ですかね。これで落ちるか。
間に救いの道などない。ダークセイバーマン、治らんか、治らん、どうしよう。どれでしたっけ、これか。わあ、危ねえ、残った。今回のダンジョンはプスプ版だと追加無理やる。そう、ああまずい、使っちゃった。どうしよう。あれ、そういや現実帰ってきてから城の中探索した。え、いやまだ全部は探索してないですから。まあ明日じゃないですか。え、これ何、倒したらどうなの、出ちゃうの、てかもう探索できないとかそういうこと。シナリオ的に神ゲーですか。どうでしょう、出ちゃうってもう一回言って。何ですか、出ちゃう出ちゃう、意味がわかりません。はい、650のカフさん、まあまあね、まあシナリオ悪くないでしょう。うん、危ねえな、どうしよう、攻めるか。抜いた、ボス倒したら帝王は出ちゃいそうだから。なのですか、まあセーブしてからでしょ、危ねえのこと。帝王はフィール出る、シナリオは悪くないでしょう。いやだから、まあだからほらね、群像劇ってか一人一人の個別のエピソードね、あれですけど、その分なんかね、ちょっとキャラが多いからあんまりね、キャラクター一人一人にちょっとあんまりね、ちょっと感情移入がちょっとあれかなーってね、まあそこがちょっとかなーってとこですかね。ダメだ、本当にダメ出ししてるわけじゃないんですよ。ねえ、そんなこと言うと呪文が出来上がるぜ。どういうことですか。直せ、直らんな。お、直した。お、あすごい、低く設定してたのに。どうし、ちょっと待って、ジェラード回復。え、知りません、何、やったことないですもん、そんなこと。いいじゃないですか、僕の感想なんですから。やったことないんだ。ね、幻想水光伝ないですよ。ノビットシさんのアイシクルエッジ、その奥に行きそうだな。そうエッジ、終わらせ。え、まだこんなに、え、ちょっと何、このヒットポイント表示誰、エネミー、え、ダメージが通ってない、ん、お堅い、お堅い、どういうこと、何でですか。677個さえいらっしゃいますけども、あれちょっと待って、もしかして誰かの装備壊れてる、マイトレインフォース何ですか。ちょっと待ってなさい、ちょっと待ってなさいね。おじさんショップ、レディースガードもあれば、
ちょっと待ってくださいよ。腹太鼓してくれないとかひどいブワ。なんで今死んなきゃいけないんですか。ちょっと待って。おじさんポップコーン作るのはうまいからしてあげてブワ。今ちょっと手が離せ、前と味方の AT と 1.5 まで重ねがちゃできない。10ターン、これか。バイキントだよ。おねえ、ダメか。強い、テスト、伸びた。ジェラード打てる。やっちゃうか。やっぱ悲鳴はヒコちゃんがいいよね。何のことですか。届かない。まだ栄翔はジェラ姫がかい。わー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 、残った。何でですか、知りませんよ。悲鳴聞きたいって。あれ、こいつは弱い。勝った。なんだ、後ろが一番弱い。これで勝ち？レイちゃん戦闘上手になったね。そうですか、全然あれですが。勝った。あ、なんか、いろいろ。なんでこれ、なんて読むの？ドラグンタイラント、槍？帝王はいつ浄化されるの？さあ。なんとかの鈍色、鈍色、鈍色、冠。帝王は猫ババ王になってしまった。僕はね。うんちして、ニビ色。何言ってんすか。ニビ？それでニビ色って読むんだね。まあいいや、もうちょっと時間なんで、はい、これでちょっと一旦ここで今日はセーブして終わります。はい。まあ、あとこのダンジョン探索は、まあ、明日続きからってことで、はい。ってことで、はい。はい。ってことで、はい、2時間半ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。